オクテットチャンネル。こんにちは、オクテットメンズファッションチャンネルの林です。僕のチャンネルは気に入ったアイテムやブランド、コーディネートのアドバイスをさせていただくチャンネルとなっております。今日もよろしくお願いします。今日はですね、この春夏履いてほしいパンツということで、まあ特にね、色目についてご紹介しながらコーディネートをご紹介していこうというふうに思っております。まずね、先日の安藤の動画でもこうお話しさせていただいてるんですけども、やっぱりね、ファッションで何を最初に揃えたらいいかみたいな動画の時に下半身だよっていう話をしていたと思うんですが、やっぱりね、パンツというのが最もね、大事なアイテムになるんじゃないかなっていうふうに思っています。特にね、アラフォーアラフィフの人は、まあ服なんか買うかって言った時に一番最初にパンツを選ぶ人はほぼいないと思いますんで、なので今シーズンちょっとね、色物のパンツに挑戦してみませんかというね、動画になります。その色物というのはね、こういったね、ちょっとカーキっぽい色、グリーンをベースとした緑をベースとしたパンツをお勧めしたいなというふうに思っています。こういったね、色目だとどうしてもカーゴパンツやこうミリタリーのね、イメージがすごく強いアイテムじゃないかなっていうふうに思うんですが、どうしてもね、今お手持ちのパンツっていうのは白、黒、ベージュの血のパン、まあ黒のパンツ、そういったものと、あとはね、デニムがね、中心の方が非常に多いんじゃないかなっていうふうに思います。こういったグリーンのパンツ、パステルカラーのパンツをお持ちの、まあ40代50代の男性っていうのはね、ほぼやっぱいないんじゃないかなっていうふうに思うんですが、まあ正直ね、自分もあまり持ってません。何本かはありますけど、そんな中で、いや、色のパンツかと思った時に選べるパンツの色っていうのはね、僕はね、結構違和感なく履ける色は限られてるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。その、まあ限られてる中でもいけそうなのが、実はね、こういったグリーン系のカーキ、ミリタリー調の色目じゃないかなっていうふうに思います。特にね、カーゴパンツなどでちょっと軍物と言われているようなスタイリングのボトムスは大体こういった色目が多いですし、アラフォーアラフィフのね、まあイケオジと言われている方がこういうパンツを履いてもしっくりね、くるっていうのもね、僕は一つの理由だなっていうふうに思ってます。そしてもう一点ね、今回はね、あえてカーゴじゃないアイテムを選ばせていただいています。どうしてもカーゴだとミリタリー色が強くなってしまって、それをね、打ち消すところからスタートしていくので、まあ、こういったね、あの普通のシルエット、もしくはね、ちょっとリラックスシルエットのパンツにちょっとドレスっぽく大人っぽく着こなすっていうね、コーディネートをご紹介していきますので、ぜひね、最後までご視聴ください。はい、ということでですね、最初はこのね、カーキ色のコットンのね、パンツを合わせて履かせていただいているんですけれども、ちょっとね、明るめの色でトップスにね、こうなるべく白っぽい明るい色を置いて、そのカーキをね、こう引き立てる感じに一度してみました。カジュアルなスタイリングをイメージしてコーディネートしているので、特に春夏、気温がね、どうしても暖かくなってくると上着を脱いだりとか、中みんな一枚になったりすること多いと思うんですけども、それがね、ちょっとダークトーンのカラーだと重たく見えてしまうっていうのがあると思うので、パンツにね、色を入れてあるので、あえてね、色を抜いたベージュぐらいの色味がね、すごくいいんじゃないかなっていうふうに思っています。足元も、カラーのスニーカーもいいんですが、やっぱりカーキのグリーンとあのスニーカーの色がうまくね、バランス取れないとちょっとガチャついたイメージがあるので、カラーパンツを履いた時はアラフォーアラフィフの方はね、ぜひこう無彩色というモノトーンの色を合わせていただいた方がまとまりが僕はね、すごくいいんじゃないかなっていうふうに思っています。パンツに色物を選んだ際は、足元は白スニー、もしくはね、黒のスニーカー、ダークトーンのね、ベーシックなものを選んでいただいた方がコーディネートは合わせやすいんじゃないかなっていうふうに思っています。まあ年を重ねていくとどうしてもこう清潔感がね、なっていく部分がありますので、そういうのもね、解消する意味でもやっぱり爽やかな色、白とかね、ベージュとかを合わせていただくとうまくね、コーディネートができるんじゃないかなっていうふうに思います。
真っ白だとどうしてもねエレガントになりすぎちゃうので、色のねついたパンツにちょっとアースカラーのベージュを合わせていただくと、まあ大体どんな色で目でもね合ってくるんじゃないかなっていうふうに思います。そしてね裾も含めてですけれども、あまりね太すぎるパンツを選んでしまうとどうしてもねカジュアルになりすぎたりちょっと若見えしすぎちゃったりするので、まあ適度にね細身になって、太ももはちょっと緩めで裾にかけてテーパードの効いたパンツっていうのを選んでいただくと僕はね一番いいんじゃないかなっていうふうに思っています。これがねちょっとカジュアルなコーディネートでした。はい、ということで2つ目のコーディネートはねちょっと夏っぽいイメージで、このね、リネンの、まあ、ブリリアの、ね、ウィンブルドンという形なんですけど、ちょっとリゾート感の強いコーディネートで、今回は、ね、してみました。ポイントとして感じてほしいところはやっぱりジャケットを羽織ってるっていうところですね。ジャケットを羽織ることで、まあ、お手間の男性にこういうリゾートスタイルでもかなりねエレガントに見えると思いますし、これでいやあの人ちょっと頑張ってんねみたいなね、見え感には僕はねならないんじゃないかなっていうふうに思っています。僕は個人的にねこういったカラーパンツ、先ほどもお伝えしたんですけどカラーパンツにはこういったねちょっと明るめの色、もう真っ白じゃなくてもいいんですけど、こちらはね、アイスグレーなんですけれども、これぐらいのね、コーディネートのバランスで合わせていただいたらいいんじゃないかなっていうふうに思っています。そしてねリゾートだからといってどうしてもねリラックスシルエットのアイテムを重ねていくっていうこともあると思うんですけれども、僕はね全部が大きいシルエットじゃなくていいと思いますし、特にねジャケット羽織る際のインナーはあまりでかすぎてね着丈がもうめちゃくちゃ長いよみたいになっちゃうと、やっぱかなりねカジュアルダウンしすぎちゃってちょっとだらしなく見えるんじゃないかなっていうふうに思うので、適度なねバランスをとっていただければ僕はかっこいいなと思いますし、あと足元もねレザーサンダル、これがねちょっとビジネススタイルで OK かっていうのは会社にかなりよるし、まあ、あんまおすすめしたいんですけれども、休日ねこんな感じでやっぱ歩けたらすごくね僕はかっこいいんじゃないかなっていうふうに思いますし、まあ仕事とするんだったらね足元を例えば、ダークブラウンのローファーにしてもらうとかね、ちょっとレザーの違ったタイプのねアイテムにしていただければスタイリングとしてはまとまりが良くなると思いますので、そういったコーディネートでもいいんじゃないかなっていうふうに思っています。特にねこういうリネン朝感の強いパンツ、やっぱりね夏には1本ぜひ持ってほしいなっていうふうに思いますし、朝感の強いパンツにね足元はやっぱりレザーサンダルすごく相性がいいので、大人の男性として着こなしがまとまるんじゃないかなっていうふうに思いますので、ぜひねこれぐらいのね感じでしたらちょっと挑戦してみようかなって思う方もねお見えになると思うし、カラーパンツに今回はね挑戦していただけたらと思います。ということで今回まとめなんですけれども、ぜひね、カラーパンツどうしてもね男性の場合パンツの種類っていうのも限られているので、黒、ベージュ、またねウールだったらグレー、ネイビー、そしてねデニムと、これぐらいのね、ワードローブのパンツが多いと思うんですけれども、夏ですしちょっとねカラーパンツに挑戦してみませんかというご提案でした。できればねトップスは白っぽいアイテムをメインで合わせて爽やかさを出す、まあ足元もね白のスニーカーだったり、ちょっとねドレスっぽく見せたい場合は黒のレザーのアイテムだったり黒のスニーカーだったりを合わせてね着こなしていただければすごくねかっこいいんじゃないかなっていうふうに思っています。ということでですね、僕たちのチャンネルは毎日8時に更新しておりますので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。コメント欄にねコメントここまで見た方はねぜひ一言でも書いていただけるとすごく嬉しいので、またね励みになりますので、コメント欄にコメントもよろしくお願いします。またね備考欄に先ほどお伝えした安藤の、ね、動画の URL とかも置いておきますので、もしお時間がある方はご覧ください。ではまた、バイバイ。